ありがとうございます。すごいな、汗すごいですね、本当に。なんか高校の時は毎日あの1リットルのペットボトルを8本バッグに入れて飲んでましたもうなんか8キロ持ってくるのいいから。あ、そうですね、もうなんかカバンの中に詰めて、飲まないと練習についていけないというかですね、もう全部出ちゃうですね。すごい、なんでそんな汗かくの。いや、多分僕あの子供の頃貧乏で、あの扇風機とあのクーラーがなかったんですよね、家に。あ、じゃあもうあれだ、感染がすごい、ね、あ、そうです、そうです。もうなんか発達しないと生きていけないような状態だったので、もううちわで妹と仰ぎ合ってですね、なんとかしのいでましたね。すごい、なんかドラマみたいな。あ、そうですね。もう子供の頃は何やってたんですか。子供もう虫取りばっかりしてましたね。なんか朝から晩まで虫取りをして、朝起きて、で、あの夕方までもトカゲ10匹捕まえるまで絶対家に帰らないぞっていう。そういうノルマ作って。ノルマ作って、そういう時から、そこからもうストイックな。そうですかね、今に生きてる。いや、もしかしたらちょっとその虫取りが、じゃあもう虫とかもいける。はい、何でもいきますね。食べたりとかもしてましたね。虫を、はいはい、あのバッタとかって緑色してるじゃないですか。なんであの草が食べれるならバッタも食べれるだろうと思って。え、何？あ、そうです、そうです。そのままそのまま食べる。そのまま食べます。で、そうすると草の味するんですよね。草の味がするのか。バッタ草の味がして。他食べたもの、ね、他はあのタガメとあとコオロギ。あ、コオロギはハンバーグ、コオロギハンバーグにして食べて。自分で作った。自分で作りましたね。あの粉、コオロギの粉末買ってきて。それは粉末でしょ。あ、そうです、そうです。お、生きてるやつそのまま食べるのはバッタぐらい。そのまま食べるのはバッタぐらいでね。セミとかも結局食べたことありますけど、唐揚げにしちゃったので。自分で。え、そうなんですよ。全然食べるとこれぐらいしかないんですけど。ちっちゃくなっちゃう。そうなんです。生はバッタだ。生はバッタぐらいですね。バッタはでも美味しくはないですけど。お腹下したりしない。お腹下したりとかはしなかったですね、もう本当に。なんかちょっとやばいね。やばいですか。やばいよ。いや、まあ、なんかテレビとか出れるよ。出れますかね。出れると。でもなかなか生で買わない。ああ、生で。意外と。でも結構好奇心は旺盛な方でしたね。なんか虫眼鏡で太陽見たりとかもしましたね。自分でこうやって。あ、そうです、そうです。あの紙をこうやって虫眼鏡で焼いたりとかするじゃないですか。あ、それ焼けるよ、はい、で3秒ぐらいかかるんですよ。で3秒間もあるんだったら別に 1,2 秒だったら全然目に影響ないんじゃないかなと思って、もう絶対太陽虫眼鏡で見たるぞと思ってやってたんですけど、もう目がむちゃくちゃ痛くなっちゃってやめましたね。見えなくなることだよ。いや、そうなんですよ。なんかちょっとギラギラしてるなぐらいで、あのすごいね、そう、もう体を使っていろんな実験してきた。そうですね。頭悪かったのかもしれないですけど。いや、でもそれすごい本当に。でもなんか、はい、ある意味あれだね、よく生きてたね。いや、そうですね、もうなんか信じても。あとそれこそエスカレートしたら、はい、ね、こっから飛び降りて大丈夫かとか言ってて。あ、確かに。そんな実験しちゃいそうだもん、ね、あ、そうですね、もしかすると